Bonjour et bienvenue dans Toko Toko, l'émission en pense-pieds pour aller voir des trucs avec des gens. Aujourd'hui, le jeune mangaka Haga Shuichi nous emmène au café Mamehiko à Shibuya. Mais avant cela, direction les bureaux de Cork, une agence de mangaka et de romanciers qui explore de nouvelles pistes dans le domaine de l'édition au Japon. Hi, konnichiwa. Konnichiwa. Mangaka no Haga Shuichi desu. Kyou wa minasan ni boku ga fudan manga o kaiteru basho de aru Cork no office to 僕が通っていてイベントも行っているカフェ豆飛行に皆さんをご案内したいと思います、ではまず最初に漫画を描いている事務所であるすぐそこにあるコルクをご案内します。では行ってみましょう。漫画家を目指したきっかけは、僕はずっと子供の頃から絵を描くのが好きで、大学4年生の10月に初めてインチキ君という漫画を出版社に送って、それが新人賞の一番下の賞に入って担当編集者がつき、そして具体的に漫画家として生きていくっていう道がチャレンジしていこうという流れになった。僕が初めて投稿した漫画を見つけてくれた担当編集者が佐渡島という人だったんですが、彼が講談社を辞めてコルクという作家のエージェント会社を作るっていうことを急に言い出して、で僕もコルクに席を一つ置かしてもらって漫画を作っていくという日々が始まりました。会社の端っこに席を置かしてもらって漫画を描いてるっていう人はすごく稀だと思うんですね。でも僕にとってはすごくありがたい環境で、なぜならまず自分が作ったものをすぐ読んでくれる人がそばにいる、でしかも誰かから元気をもらったり背筋を伸ばすような気持ちになったりっていうのは前向きになれる環境だなというふうに思ってます。初めてそのプロの編集者と一緒にやり取りしながら作った漫画が消しゴムライフという短編集になっています。これは高校生が主人公でオムニバス形式になっていて、少しこう視点をいろいろな方向から向けながら描いていった漫画になっています。で今現在描いているのがダムの日というプレジデントネクストという雑誌で連載している漫画で、僕のサイトでもご覧いただけるんですが、それはダムを作る人たちの働く人たちがどんな気持ちで日々働いているんだろうということをテーマにした漫画を描いています。でただ僕がやってるのはその月刊の漫画だけではないので、他にも例えば僕のサイトで似顔絵を販売してるんですが、写真を送ってもらって描いています。でもしかしたらここで描いた人たちが僕の漫画に今後出てくるかもしれないし、そのあこういう顔の人がいるんだ、こういう表情の人がいるんだっていう経験値が僕の中に蓄積されていくっていう部分もすごくいいメリットだなと思っていて、そういう形で僕の漫画の世界を身近に感じてもらうっていうのも一つ理想的かなっていうふうに思ってるんですね。自分の実はアプリを持っていまして、サリンジャーが言っていた言葉だったんですが、読み終わった後に書いた人に電話をかけたくなるような作品っていうのはすごくいい作品だっていうことを言っていて、僕も全くその通りだなと思っていて、読者が読み終わった時に僕とすぐにコミュニケーションを取れるような、そんなアプリなりサイトなりっていうものを抱えながら作品を発表していけたら理想的だなと思っています。次に紹介したいのは渋谷のカフェ豆彦というお店です。豆彦は歌川三軒茶屋公園通りと3店あるんですが、ここは歌川頂点です。僕はここでお客さんと一緒に漫画を作るといったイベントも行っています。それでは皆さん中に入ってみましょう。豆彦が発行している M 彦というフリーペーパーがあるんですが、そこで僕は漫画だったりこういったイラストを描かせてもらってます。豆飛行というお店はとっても変わったお店で、このお店の中で舞台を上映したりとか、今度は映画も撮るなんていう話も聞いています。で僕はコルクを通じてでイベントをさせていただく機会を得て、一緒にお客さんと話し合いながら漫画を描いてそれを M 飛行に載せたりとか
今毎週火曜日ここに来てオーナーの井川さんと話をしたりとか、お客さんを招いてまた似顔絵を描いたりとか、そういったことをやっています。例えばこの漫画に出てくるエピソードである女性のキャラクターが自分の過去を語るシーンなんですけども、自分が作ったサンドイッチを突然駅のゴミ箱に捨てたっていう話が出てくるんですね。でお店でお客さんから実際に聞いた話で、そういったものをこういった場を通じて得られるっていうことはすごく僕にとって刺激的なことでもあります。で、豆飛行というお店のオーナーである井川さんはもうとにかく徹底的に全てにこだわっている人です。店の内装もそうだし、コーヒー以外のものに対しても徹底的にこだわる人で、そのメニューに載っている食べ物は全部美味しいです。中でも僕が一番好きなのはカツサンドと豆ピコという飲み物です。ヤクルトの超美味しい版みたいな感じの飲み物です。でカツサンドはとってもお肉が柔らかくてジューシーで、記憶の底にこう味が染み込む感じで、ここのお店で来てこれを食べてしばらくすると、あまた急にあの豆彦のカツサンドが食べたいっていう気持ちに なってしまうような、そんなカツサンドです。今日皆さんに教えたい日本語は褒め言葉です。例えばあなたの今日の服装いいねとか、作ってくれた料理とっても美味しかったっていう時に言う日本語です。さすが。これを言われた日本人はだいたいこういう表情になります。あからさまに喜びはしないけれど、心の奥の方でこう喜びがじわっと湧いてくるような、そんな言葉なので、たくさん言ってあげてください。さすがっていう言葉は漢字で書くとこんな風に書きます。でこの漢字の語源は漱石陳流という、中国の古事成語が元になっていて、本当は間違った、言葉の使い方なのに、とっさにその違う新しい意味をでっち上げて、それがあまりにもそのでっち上げ方がお見事だったから、さすがだねというところから、さすがという言葉は生まれたと言われています。でちなみにこの漱石陳流という古事成語からペンネームを取った作家がいます。それが夏目漱石です。夏目漱石は文章で、世界をでっち上げた日本の偉大な作家です。彼のようにその嘘の世界でっち上げなんだけれども、かえって嘘だからこそ味わえる本当の心の動き方だったり、そういうものが表現できるクリエイターになりたいなというふうに思っています。今日はどうもありがとうございました。もし少しでも興味を持ってくださった方がいたら、僕のサイトやアプリをチェックしてみてください。外国語版も用意してあります。では僕は皆さんがこれからワクワクできるような漫画を作れるように、もう一度カフェに戻ってネームの作業を進めたいと思います。ではまたどこかでお会いしましょう。さよなら。